こんにちは、スモークバードおじさんです。いやおじさんになっちゃってんですよ。またおじさんですか。スモークをやっちゃおうということで。燻製と申すか。燻製です。はい、こちらです。おがくずです。え、というかあれじゃないですか、燻製やったじゃないですか前。外でね。はい、でも中でやるから。中でやっちゃうんですか。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。死なないですか。大丈夫。消防車も呼んであるから。消防車呼ばないでくださいよ。先に呼ばないでくださいよ。先輩があの消防士なら大丈夫。今日はちょっと実験なんで、フライパンで作ります。フライパンとアルミとかね、そういった家であるもので作るよっていうところで。できちゃうんですね、それで。はい、で、さらに今日は胸肉。胸肉と卵っていうバード兄弟。バード兄弟で、親子で。親子スモークで。親子スモーク。先に塩水つけときました。3時間ぐらい。はいはい、あ、そんなつけたんですか。でそれなぜかというと、はい、そもそもスモークっていうのは保存食を作るためのものだったんですよね。で保存するためにまずあの水分飛ばさないといけないということ で塩漬けにして水分を飛ばす。でスモークのその煙が菌の繁殖を防ぐ、コーティングしてこう防ぐ効果があると。へえ。絆創膏みたいなもんだよね。傷ついた絆創膏したら菌増えないじゃん。はい、そんな感じ。絆創膏します。バンドエイド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 です。バンドエイジみたいに言いますね。はい、まあ、そういうのもあるんでしっかりこう水分を取るためにまあ塩につけたという感じ。はい、だったらもっとつけなきゃいけないんだけど、まあ、ちょっと時間なかったんで。わかりました。でこれスライスね。はい、まあ早く火入るように薄めにスライスで、今日はちょっと実験だからね。この前の薄めのスライスのね、スパイシーなやつも美味しかったですしね。うまかったね、あれね。はい、うまかったというか、うまかったでしょ。食べてないですもんね。はい、絶対うまいもんで、はい、あの後ね、残ったじゃない、スパイスのやつ。はい、あれで炊き込みご飯作ったら激うまだった。あ、そうですか。今度、まあ、改めて紹介させていただきます。はい、で、卵ね。これはね、塩味ついてますからね。ついてるね。はい、企業努力で、すごいですよね。そう、でもこれ、もともと半熟だから。家でスモークできちゃうなんてすごいですよね。結構やってる人いるみたいね。あ、そうですか。結局できちゃうみたいなんで、うん、だからこの前はボニークのハム作ったじゃん。これもだからそういう保存食系じゃないけどさ、ハム系だから。うんうん。これってスモークこれ炊いて火通しちゃうってことなんですよね。うん、まあそういうことだね。相当だからこんなに熱くなるよ。ああ、そうなんですか。アルミホイルを用意して、こういう感じ。はい。でここにスモークチップ。味見する？しないですよ。そういうもんじゃないですよ。これスモークウッドもありますからね。うん、チップで。チップの方ですね。はい、こんなもんでいいんですよ。でこれ網、こちらにバード乗せちゃう。おお、乗せちゃうバード。乗せちゃうバードで簡単だよこれ、本当に。これはまあちょっとちょっとねやってあげて、こういう感じね。はい、俺のあのガスコンロ変えたじゃん。であの人工知能がついたせいであれ火弱くなっちゃうの。あ、そうなんですか。そうすると炊けないからガスコンロで今日やります。はい、必ずですよ。必ず、ちょっとうまないきますよね。うまないきますよ。お前の出番はまだな。必ずこれやってくださいね、換気扇。そうですね。あ、これで久しぶりの光景じゃないですか。そうでしょ。はい、こうでしょ。で、こうですよ。はい、これだけ。これだけですか。これだけです。え、ちょっと見たいんですけど、最初どんな感じになるのか。どうぞ見せてくれ。いや、あの下、この下。あ、はいはいはい、はい、まあ、焦げてくるみたいですね。あ、マジですか。ここ重要じゃないですか。だって重要だね。じゃあちょっと見ておきますか。見ましょうよ。初めての試みなんで今回。そうだね、多分焦げてくるんでね。あ、そうっすか。うまくいったらね、続編がありますから。そうです。これ家庭でできたら面白いね。面白いですよね。本当に実験のつもりでやってるけどさ、はい、俺が見たやつだと本当このまま放置するだけ。あ、そうですか。で30分ぐらいでできるみたいな。そんな感じですか。そうそうそう。え、火はこれ強火ですか。強火です。ずっと強火でやり続けるんですか。ずっと強火ですね。マジですか。うん、でごめん、それもちょっとやりながらだよね。だから、あ、そうですよね。分かんないから。はい、いや、カレーの匂いやらスモークの匂いやらでもうやばいんじゃないのうち。そうですね。追い出されちゃうよマジで。でもスモークってみんな大好きですからね。そうだね。うん、燻製にするとなんか水分がちょっと飛んでさ、旨味が増す感じもある。そうですね。はい、あとやっぱ香りね。そう、これはスパイスとかにも言えることですけど、香りって本当食を豊かにさせてくれる、楽しませてくれるというか、無限大に広げてくれるからね。無限ですね。温まって煙が出てきたらいよいよ香りも出てくるって感じですね。そうだね。キャラクターじゃないよ。ヒッコリーですよ。テッコリー。テッコリーじゃないですよ。ヒッコリー。キッコリー。ヒです。ヒッコリーね。ほらほらほら、なんか煙ってきたよ。煙ってきましたね。大丈夫か、モッコリー言うと思いましたよ。あ、匂いしてきた、ね、結構煙出ちゃうでしょうからね。いや、それはもうやばいよ。やばいっすか。いや、これ成功してニッコリーしたいね。いいですよ、言い終わらなくても。はい、あー、来てる来てる来てる。来てますか。ほら、焦げてきたでしょ。あ、本当だ。来てます、来てますじゃないですか。急に来てますよ。ミスターバリックじゃないですか。バリック状態です。バリック状態ですね。もういいんじゃない。
行きますか。いいよ、もう、ね、はい、こうでしょ。はい、ちょっと嫌味症怖いな。とはいえ怖いから、とはいえ、うわ、すげえ状態、もくもくいってる、もくもくいってる。これを閉じ込めないと、これスプーン、スモークになっちゃいます。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。ラッキーじゃん。ラッキーっすか。逆に言うと全部の味スモーク味になっちゃうじゃないですか。全然ラッキーな感じにとって。何ですか。うわ、やば。どうなるかはちょっとわかりません。ごめん、これ弱火症怖いから。怖いっすね。火ついちゃうから大丈夫だと思うんで。いや、これすごいぞ。あ、やばいやばい、やばいっすか。仕方をした方がいい、これ。仕方ちょっとドア閉めますか。そうだね、頑張ってね。いやー、どうなるかね。そうですね、楽しみです。何やったんですか。気になっちゃった。やばいっすよ、煙、ね、でもまあ落ち着いてる。 落ち着いてる。あれ、落ち着いちゃった。だから今充満してる状態だと思うんで。弱いんすかね、火。これ開けていいのかな。開けてみます。真っ黒だ、真っ黒ですね。お、火が入ってきてる。入ってきてますね。このまま行くしかないよね。もうちょっと攻めます。もうちょい攻めるでしょ。はい。なんか難しいのかな、これ。ちゃんとぴったり蓋しなきゃダメとか、そういう感じなのかな。あ、ぴったり蓋しちゃダメなんですよ。消えちゃうんですよ。あ、そうなの。はい。じゃあいいんじゃない、これで。あ、でもわかんない、下から火出してるから関係ないのかな。永遠に火がつき続けますもんね。そう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 。だから煙、まあ閉じちゃった方がいいのかなっていう。あ、確かに。ちょっとね、気になるな。もう一回開けてみようか。もう一回開けてみますか。開けて一個ひっくり返してみようか。ね、実験だから。あ、そうしますか。はい。多分視聴者の人で開けるな開けるなっつってる人もいるかもしれないけど、コメントでね、ちょっとしっかり確認するんで自分も。あ、でもスモーク。おお、いい。これちょっと、もうちょっと待ちですね。もうちょっと待ちだね。はい。めっちゃ綺麗な色だったじゃないですか。なんかオーブンみたいになってるんだろう、ちょっと。はい。まあ煙出てないけど大丈夫かな。でも出てはいますからね、多少は。あ、まあそうだ。はい、あ、出てる、確かに。はい。まあまあもうちょっと我慢しましょう。はい。あ、大丈夫。ああ、気になるんですか。ちょっと気になっちゃう。はい。さっきの煙出てんだよ。マジですか。再び。あ、本当だ。ちょっと開けていい。開けてください、開けてください。うおー、すげえ。そろそろ裏返す。うおー、いいじゃないですか。で、めっちゃいい匂いじゃないですか。ね、あ、これ多分あれだ、鳥の水分が落ちて再び蒸気が出てんだ。そうなんですね。ニッコリーに。ニッコリー。ニッコリー。これもうニッコリーだろ、これ。ニッコリーですか。ニンマリーだろ、これも。ニンマリー。匂いついちゃってますか。卵だってもういいよ、卵。卵も最初からいいですからね。裏返します、ちょっと。卵はね、なってるんだけど。ああ、いいですね、いいですね。ジーザス。ジーザスって、自由の女神にひび割れた時ぐらいしか言わないですよ。ジーザス。くちゃくちゃっつって。くちゃくちゃしながらジーザス。ガムね。もうちょいマシですかね。はい、はい。もう限界だよ。ひび上げてますか。あ、ちょっと、もう無理じゃねえかなと思う。ちょっと一回つけてみようかな。はい、つけますか。ついばんでみて。鳥ついばんでみますか。うわやばいっすよ、これ。できたんじゃないの。めっちゃいいじゃないですか。いい感じで、とりあえず。いいっすよ。ね。はい。おーおーおお、こっち頑張ったな。頑張りました。ドラ焼きみたいにして。完成。いや、いいですね。ああ、こっちも見よっちゃったな。ヘアジェック全然なっちゃった、こっち。これ、打てそうだな、ここ。これ、おすすめだよ、このやり方。そうですね。ほら。うわ、真っ黒だ。いいっすか、じゃあ。はい。いやー、これいいんじゃないか。はい。うわ、うまそうじゃん、普通に。これはもう、おお、やっぱり俺、水分がほら、あ、ほんとだ、うん、抜けてさ、はい、いい感じだよ。あの、だいぶプリッとした感じになると思う、これ。はい。うん、完成。基本セットそうっすね、はい。できたじゃーい、はい、これはすごい。ズルなしだよ、これ。ズルなしですね。もうほぼあれだよね。ヒッコリの力だけですね。ヒッコリの力だけだ。マジで。すげえ、これ。すげえ、香りすごいっすよ。思った以上ですね、これは。ガングロギャルだ、これ。ガングロギャル、一番いいやつじゃないですか。やばいよ、これ。水着のとこついてるぞ、ほら。あの、すく水と、あ、まあいいや、もうやめとこう。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。いただきます。いや、パンとかあったらよかったな。あー、そうですね。これもディズニーだよ、これ。ディズニーですね。一人ディズニーだ、これ。すごいな、このバンドエイド状態だね。いや、さっきからよくわからないですけど。いや、なんかコーティングされてる感があるよね。はい、はい。あ、中もしっかり火取ってます、うん。はい。完璧だ。いただきます。すっごいやばい。うめえだろ。あの、塩につけといたから味も入ってるっしょ。うんうん、フォークでぶっ刺したんですよ、ちゃんと。それで火、うん、それで塩につけたんで、中までしか味入ってると思うんですよね。燻製。これさ、外でやった時にうまくいってるよな、絶対。全然うまくいってます。な、うん、やっぱり火なんだな。外抜けば風とか強くて、そう。流れちゃったんですよ。うん。ダンボールだったし。そう。あれ、危ねえよな。あれも面白いですけどね。すげえスモークですよ。やっぱさ、燻製液が俺たち抵抗あるじゃん。
そう。だからこれ燻製した後に米で炊いたりしてもいいよね。どうですか？この燻製炊き込みご飯とかもできるわけ。ああ、いいですね。なんかたくあんみたいな、うん、ね、香りがしてさ。そうですね。たくあんもできんじゃないこの大根。できるでしょう、ね。いぶりがっこ。ああ。はい。サバイ社長に、ね、教えてもらってね、燻製液っていう存在を。はい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 。コンビニとかに売ってる燻玉って、どうしてもそういう液体があるっていうところで、うん、自分もその存在を知った瞬間、やっぱその味にしか感じられなくなっちゃって、燻製系のもの買ってたんですけど、一切買わなくなっちゃったんですよね。煙じゃねえのかよっていうね。まあ、煙もね、蒸気だから水なんだけどさ、うんうんうん、やっぱ違うよね。違います違います、全然香りが違う。だから液ってことは水分も飛ばないじゃん。これ飛んで味が入ってるから匂いが。そうですね、はい、すげえ色ついたな。うん、うん、つきましたね。これ魚でやってもよかったかも。ああ、そうですね、うん、これ魚と肉に合うやつだったね。ヒッコリが、はい、ヒッコリ、ヒッコリがキャラクターみたいになってるうまい、いいね。でもこれあのめちゃくちゃいっぱい種類ありました。あ、そう、燻製の。じゃあまだ他の香りも試せる可能性はあります。スモークウッドに関してはリンゴとか桜とか、うん、いろんなのがあるんで、チップですけど、チップも何種類もあるし。なんかお茶っ葉でやってる人もいたんだよな、 YouTuber で。マジっすか、絶対いいじゃないか、うん、これはうまいっすよ。でそんなに手間も時間もかかんないし。そうだね、これに関してはこれ250円ですから。これで安いね、はい、結構。でこれ3分の1、4分の1ぐらいしか使ってないんで。そうだね、あんま使わなくてもできたね、うん、数十円でできちゃうんで。だからスパイスとかと同じような感じで香り付け、うん、そうだね、味に飽きたら。ゼロキロカロリーだから、うん、言っても。卵っすね。おお、結構入ってんじゃん色入ってますね、うん、確かに。あ、入ってるよね。2ミリぐらい入ってる、うん、燻製だ、うん、これが自然だなと思います。そうだね、うん、あんまり入んないよな。うまいうまい、うまい、はい、ちゃんと香ってる。香ってます。いや、米出してやりてえわ。これはなんか、まあ、酒飲まないですけどつまみとしては最高ですね。そうだね。なんかあの結局何と合うんだろうな。これ例えばさ、はい、スコッチとかだと燻製燻製しちゃってもダメなんだろうね。ドクターペッパーじゃないですか。ドクターペッパー酒じゃねえじゃん。自分好きなんで合うだろうね、炭酸もきっと。はい、うん、いやこれいいな。チーズとかもねできるわけだもんね、これね、うん、あ、ドクターペッパーとやりてえわ達成ドクターペッパーとやりてえって達成やろ。そんなのバーに行ってもモテねえよドクターペッパーくださいブルーチーズとドクターペッパーくださいこれでやると合うんだよこうやってこうやってやってあ、めっちゃ香りいいっすよ。いやこれやりようねえだろこれ以上。うんうん、いいんじゃないのあれで。はい、これがベストですね、うん、燻製ってこれいいですよ。こんな簡単にできると思わなかった。なんかなんでもっと早くやらなかったんだろうって思うぐらい。そうだね、はい、なんか本当にできんのと思ったけど、うん、できたね。で意外とその煙最初すごかったですけど落ち着いたというか。そうだね、全然安全ですね、うん、まあ、必ず換気とかしていただいて。こんなとこっすか、うん、燻製第一弾。そうだね、結果的にはまあもうニッコリで通り越してニンマリーになっちゃったまあヒッコリなんですけど、ヒッコリニンマリーしてましたね。ニンマリーしてましたね、はい、バードもニンマリーしてますよ、うん、じゃあ次はこれ派生したちょっと違う味付けでやってみようかなって。そうですね、うん、はい、やってみ